あれ、くつばいくんに送った？送った。来るんかって。うん、忘れとったね、くつばいくん。まあ、ようストーリーでは見よったけどね。あ、よくライブしよったよね。ライブは知らん。ライブ、なんかヒッチハイクの旅みたいな。靴書き、最後の旅行ったやつ。靴書き、うん。いやー、疲れたね、今日も。いや、終わってないっす、俺は。夜からあるっす。今日の雨ひどかったね。久々の雨じゃないですか。うん、夏来たんかと思ってたね。夏は雨降るんすか。降らないよ、夏は。夏が来たんかなと思ったら急に雨降ってくる。去年、まあ、毎年めっちゃ雨降る時期ってあるじゃないですか。梅雨？梅雨じゃない、もう6月に雨が降ることがなんかもう最近ないような気がするっす。6月？6月はなんか雨降るイメージないっす。なんかそうなの？遅めの。あ、梅雨の時期？しっかり夏に入って、うん、めちゃくちゃ大雨みたいな、警報が出る大雨。短期的なやつね。うん、がなんか多いイメージ。梅雨はなんかそんな降らんような気がする。気のせいかね。梅雨が来るね、今年も。印象が弱い、多分梅雨の雨って。そうなの、うん、警報じゃない。あ、まあね、警報が強いよね。警報はマジで去年震え上がったよね。店だって休みにしたじゃん、あの時。休みしたんかね。いけんつって。どっちにしろ、まあ雨がひどいけど、まあ、あと川の近くだってたじゃないですか。うん、でもあそこも常にもう YouTube のライブに乗っとるような感じでしたもんね。溢れそうみたいな。ああ、まあね、やばいっつって。すごかったね、去年か。去年。じゃあ靴のイメージ。靴じゃないわ。何回に梅雨。川、梅雨か。靴と梅雨っつって。また地味な作業してるんですか。うん、ジミーズだけど俺らは。言ったやん、カスタムマイクなんかね、地味なの繰り返しよう。この地味を取る、うん、こっちの気持ちも考えてほしい。華やかなのはね、今まで一緒。あとは地味なの繰り返し。今スポークを再メッキするのにね、やっぱりこのちょっと色がのっとったけど、ね、色だけちょっと剥がしてます。色だけ剥がしてちょっとサビもついでに取っておきます。なんすか、そのスライムみたいなやつ。これサンポール。危なそうな色しとるっすよ、こいつ。だってスポーク綺麗な方がうまいやろ。ブクブクしようよ、うん、サビが浮き上がる今。やば、危ない。飲んだら死ぬっすよね。飲んだら死ぬんだ、さすがに。俺らの目標ってあれだ。そうなん。まだ言ってないか。俺らの目標決まったやん、最近の。何？うん、投稿頻度多すぎですって言われる。ああ、そういうこと。もう追いつかんって言って。頻度下げてってやつ。え、でもマジ頑張ればさ、うん、今はなんかいろいろ重なっとるけ、うん、できんけど、まあ、ネット環境とかも、うん、だね、頑張ればいけそうな気するけどね。1時間1時間1本投稿、1時間1本投稿。1日24本上がる。うわーってもうなんか言わせたいっす。1日24本上げるってことは24時間多分回しとかないけど、24時間回しとったら絶対上げれんじゃん。だって撮影今だいたい 2,30 分撮るじゃないですか、うん、編集30分で終わらんし。無理じゃん、2人じゃ無理じゃん、さすがに無理やで。もう撮ったらすぐ上げる、回して。あ、30分でっつって。それも寝る暇もないね、確実に。投稿頻度、うん、投稿頻度日本一の YouTuber になる。でもね、伸びんかったやつ俺どんどん消しよるんよ。うん、
増えたと思ったら多分結構減っとるんですよ、まただいたい400本近くまで多分行きそうやったけど、今330？ めっちゃ減っとるじゃん。結構もうやるね、俺は。まあ、もうメンバーしか見れんようになる、メンバーシップの人しか。あ、そうな。せっかくいい作品を作っても見れんの。過去動画とか再アップしたらどうなるんかね。伸びるんかな。どれ？いろいろ100人突破しましたとかさ、改めて出すとどうなるんかな。伝説だけね。伝説やん、ほんまに。伝説の回がいっぱいあるっすからね、昔は。まあね、今よりも内容のない今より内容がれてやばい。要はそれを平気であげようと。バイクがなんかそんな最初出してるイメージなかった。ああ、何を出しとったんかね、ほんまに。だってゲームも一回出したじゃないですか、大乱闘。でもあれもさすがにあの時ですら、これやばいねっつってあげんかったもんね。後半後半か、前半後半だったの。前半後半、前半、いやこれやばいねっつって、さすがにやめたんか、ね、やめたよ。さすがにやばいねってなった、当時でも。今ならありなんじゃない、サブちゃんならね。サブちゃんならね。質問が結構あるね、最近。何の？青木さんいつ寝てるんですか？マジ？うん。いつ寝とんすか？夜。そのままやね。え、でも睡眠時間で言ったらどうなんかね、変わらんかな。少なくなったと思うけど。いや、俺も少なくなったっす、めっちゃ。めっちゃなんか眠たいなと思って。半分ぐらいになったと思うよ、俺多分。俺あれとあれが多い、なんかぼーっとすることが多くなった。あの、なんか一つのことしか考えれんじゃん。うん、まあ、一つのことしか考えれんくなった。変わってないね。なんかより一つのことしか考えれんくなった感じ。俺夕方あたりに30分ぐらいまで睡眠取らんともうやれんくなった、編集も。ああ、何も。最近寝るもんね、来ても。じゃあ撮影とかこう喋ってる時はいいけど、うん、編集に入った瞬間、うん、もうすぐカクカクしだして、うん、もう進まん。そうなん、うん、もうねあれと一緒、授業中のあれをほんまに。でもやらないかんってなってカクってなるような、うん、もうあれ今ダメじゃん、危ないんじゃない。時30分寝たらだいたい、あーいけるいける、あーあと15分みたいな感じ。まああれじゃない、なんか家を別居した方が意外に一緒に居る時間が長くなるよね。ああ、まあ振り切ったけん、でも俺が。お？こっちに。YouTuber に？YouTuber。いいじゃないですか。じゃないとサブちゃんもあんな取れんよ。まあね。さすがに。取ってあげれんよ。うん。いやほんまにね、これだけは言いたい。俺がおらんと誰もカメラ回さんすかね。ほんまに。ほんまに回さん。ショルダーシャックチャンネルのカメラはヒロギングだということですね。だってあの、出とんかな、これが上がった時には。自然、カニ、でかいカニがおったよ、みたいな、うん。いや、動画撮っとんかなと思ったら、まあ撮ってないよね。何をすれば撮るんかなって思っちゃう。逆に、うん、どんなマインドでやっとんかなって。いや、撮られる演者としての意気込みだけはすごいと思います。回してとは言わんじゃん別に。いや最近は言うようにする。そう、基本的に回すけど勝手に俺が。いいじゃん、それができたもん。それが俺らのチャンネルよ。みんなヒロキングのカメラを期待したい。いやマジ俺が撮らんかったらマジ何も残らんすよ、ほんまに。いいバランスってことよ。だけもう、うん、振り切るよね。誰も撮らんけん。
撮ったって聞いてもどうせ撮ってないっていうもん。あ、まあね、それはそのやっぱできんことを求めすぎちゃいけんと思う。やってほしいことを求めとるのにやってくれんのよ全然みんな忙しいよ、おいあ、いいじゃん、楽しいじゃん。いや結構きつい、きつい、結構きついね。だってこれってさ、うん、いつまで続くんって話になるよね。ずっとかね、うん、みんなが求めてるけんね、ルーキングは多分。いや、みんな気づいてないよ、でもキルキングが撮ってることに、うん、俺まあ自慢じゃないけど、うん、この画面見てる時間多分マジめっちゃ長いっすよ。そういう時期もあるとは思うね、うん、そういう時期しかない。演者が増えてもカメラマンは増える気せんもん。編集マンは一人増えてる。でも最近調子悪いけどね。最近調子悪い、多分もう飽きたんじゃない。飽きたんだよ、実はもう自分のチャンネル開設しとるとか通信声最近夜ここにおる時間がめっちゃ増えた。家におるより長いよ普通に。長い、当然ちゃ当然かだよ。まあ仕事しとったらそんなに。でも家で編集してないけんね俺もう今ほんまに家で編集してない。俺も編集してないね最近。知っとるよ、あんだけいいパソコン持ってるのに。光も通ってるね。マジそれ変わってほしいよもうめっちゃ出るわ泡が。仕事や仕事、今からね、でっかいミミズがおったんよ、カメラ振ってね、カメラ、それ撮った撮ってない、何で撮らんの。携帯持ってってなかった。なんで持ってんの。落としたいけんね、川に。連絡来たらどうする。携帯の意味分かっとる。携帯ってわかる、携帯携帯してもいい、携帯でも携帯してもいい、携帯しない携帯はね、携帯じゃない、固定電話と一緒よ。それは青信号と一緒、青でけ絶対通るじゃない、渡っても良い。携帯も一緒、携帯しても良い電話ってこと。でもここの店には固定電話もあるわけじゃないですか。同じとこに2つ置いとってなんかあるんですか、メリットって。うーん、まあ、固定電話の音はちっちゃいけど聞こえんじゃん、それを携帯で補う。君どっちも聞こえんじゃんいつも電話だったら、あー電話ーって、もうなんかアホやんって思うよね最近気づかんこと多いね。ほんま気づかんよね。持っとけ、置いてない、持ってないけどね、持って作業しないけどね。なんで持って作業しないですか。気が散る。なんでピロンってなるじゃん、集中できる。もう一つのことしかできんけん、一つのことです。携帯ピーローになってもそっちに気が100作業しとったのか100携帯に行くけん、そうこっちが止まるんよ。それいけんな最近気づいて。今はできんことはすなって教わったけんさ。誰から。僕ら自分で言い始めただけや。できないことはすな、できることだけしろ教わったけんね。はい、そんな感じで今日も一日やっております。もう終わるで一日が。疲れたけんね、道終わったけんね、もういつも通りや。髪切りたいけど髪切れんし、俺髪染めよっかな。髪染める、桜木花道赤く。まあいいんじゃない、赤くしても赤と金のツート。いいんじゃない、やばいやろ。やばかな、やばいやろ全然やばかな、結構おる、全然やばいやろ。最近さ、そのみんな髪の毛みんな染めとるじゃん、若い子とか。若いけんね
なんか羨ましいなと思って。髪染めとるじゃん。今？染めてないよ。染まってる。これ地毛よ地毛。いや染まってるよ。これ地毛。いや強宣言それ。本当に俺昔から髪の毛茶色かったんや。地毛地毛が茶地毛が茶色かったんや。日本で強せんすよそれは。言われよった小中あの小学生の頃とか中学校の時とか。あオッケー髪は染めちゃいけません。言われよったなんて言うよそして地毛ですってもうやっとるやつよ地毛ですって地毛やろだって結構明るいでしょでも茶色いでしょ先っちょだけ茶色いけどさあんたま傷んでるだけよこれ日焼けもすごいもんだって今なんで半袖で溶接とかするけどここも焼けとるもんああそれと半袖でやるけんじゃん半袖あれ消えたのこれ日焼けってか焼けどやろ単純に日焼けと焼けとは一緒やろ意味が異なってくるよね完全に帰ろうかな帰ったしもう日付回ったしまだ回ってないねなんの時間これ切り抜きやろ生活の一部のそうそうでもコメントあってほしいよねいや追いつきません見るの追いつきませんあっても変えんでいいよ上げていくよじゃあ俺撮っと俺だけ撮っとったら気づくないだけど工事来たら工事取り寄るじゃんまあまあね工事あんまり表出んタイプじゃないかでも前と比べたら喋るしまあまあねああの動画どうしたっけどうしたあの小屋作った動画小屋ってそこの裏の取り寄ったじゃんずっとああ取り寄ったね裏の小屋どうしたっけあれ俺あれ前の携帯に入っとるけんあれも出してくるってあれ撮っとったよ俺めっちゃ撮ったよあの時も1時間ぐらいお好み焼き食い寄った時のやつあれねあれ出さんのか思うといやあれ工事の携帯撮り寄ったわあー消したんじゃない工事あーでもこの前なんかアップロードしよるかなんか寄ったわ Google ドライブに撮るんかなもう見てないわ最近全然めっちゃ素材入ったんやろ写真はめっちゃ送られてる写真撮るもんね、俺動画しか撮らんけど俺何も撮らないバランスがいいじゃん悪すぎやろしゃあ、あれもう21インチのスポークのやつは組んだんや何のあれああれ組むだけ組んだバランス取ったりするじゃあもういけるよ、今日が14やばない間に合わん気しかしない14、うん、間に合わん気しかしない間に合わすしかないよね間に合わん気しかしないの無理やるガチ間に合わすしかないよねでも間に合わん気しかしない気のせいやろもう一日が早いもう今月半分終わったよやば終わるじゃん今年今年終わるよの勢いの勢い今年終わるな本当にもう早いわ何もできてない今年はカメにちょっと結構自然な餌を結構あげれたなと思ってね終わってないけどまだこれ今度と思うけどねヒロもあいつヒロって呼んだでもキモいって広島って呼べヒロも絶対喜んでるけどねわーミミズだーってカニはカニはね、負けた、カニに負けてしまったカニはやっぱハサミ取らないとダメじゃん生きとっても食わんやろだもん生きとっても食べんね、多分もう怯えとるカニにめっちゃちっちゃいけどめっちゃちっちゃいやつにやられたもん、ね、乾杯したからもうカニ見ても襲わんねん全然
着肉氷食。え、まあ手を取るかエビとかの方がいいかもしれない。やおいやつ。まあエビでしょ。あいつ後ろにしか下がれんやん。バックスリップしか強いんじゃない。あいつだって前からの攻撃しかないんじゃん。ボール。しか。ああ。晩ご飯何食べる？焼肉。焼肉食べる？あ、焼肉。カレー出して。貧乏金出したけさ俺。焼肉なんてマジ。あ、お前バーベキューしたか。何ぐらいでいいよ俺は正直。もう焼肉行かずに。ちょっと多かったね。もうちょっと。あ、多い多い多い。思ったよりも。ご飯あったけね余計に多かったわ。すぐ多分ね肉10キロも食ってないですよ俺。一人一パックでよかったよ、お肉は。一人一パックもいらんやろ。せせり2パックに、うん、バラに、うん、鶏買ったんか。鶏がいらんかったか。鶏がでかい。鶏がでかい。時間かかるし焼ける。時間かかるね。あれ抜かしたらだってあの量で一人1000円出したっけ。3000円。うん、焼肉のタレが400円くらいするっけ。それに引いたら2600円。あ、焼肉のタレはでもあれカッチが作れるでしょ。あー、イエス。今後心配なし。最近カッチ見にくなったね。カッチ調子悪いっすね。ちょっと怯えとんじゃないですかこの前ので残業で。残業で。そうっすね。最近日勤なんじゃないですか。通る音聞こえるけさ、帰る夕方な来るかなと思ったら、あっちねって言って。カッチ連絡したら、ジョインツ来れるんですかって聞いたら、なんか今ちょっと上司がコロナになってみたいな言った時、危険聞いてないみたいな。うん、今夜日帰りでも大丈夫ですかって言ってきたし、あ、大丈夫っすよ。日帰りがやばいね。一人おるんで。ああ、確かにね。土曜日ね。しかも同じスティードじゃん。まあいいじゃん。土曜日の夜に出て日曜日夜帰ってくるといいと思って。イエス。あ、それがいいじゃん。もう2人なら仲良くできるじゃん。いけるやろ。どっちも選ばんやろ相手。はい。行く気は行く気ないね本人。うん。スティールだし目覚めるんじゃないですか。行ったらまたやべえっつって。あ。ん？